あ、闇川だ。山手線乗るんだ、地雷系なのに。いや、乗るか普通に。もう地雷系が何なのか分かんなくなってきた最近。あ、譲りそうだな、闇川なら。なんかそういうイラスト見たことあるし。やっぱり。え、あの、よかったらどうぞ。ああ、いいよ、次で降りるし。いや、そんなパターンあるのかよ。 X とかでバズりそうな状況が2つ同時に起きてんじゃん。ああ、かわいそう。っていうか誰も座れなくなっちゃった。ごまごめ、ごまごめ。あ、本当に次で降りた。てか闇川どこ行くんだろう。新宿とか原宿とかかな。巣鴨。おばあちゃんの原宿で降りた。地雷系なのに。ちょっと予想ついたけど。原宿とかにいそうな女子がおばあちゃんの原宿にいる。あの、ここ原宿じゃなくておばあちゃんの原宿ですよ。いや、巣鴨だよ。あ、同じツッコミしてる。他の人も思ってるんだろうな。ここなんてとこですか？トゲ抜き地蔵。いや、トゲ抜き地蔵って巣鴨だっていろいろあるよ。かき氷屋さんとか。ここどういう場所か知ってんのかな。悪いとこにこの煙当てると良くなるよ。わかりました。めちゃくちゃ知ってた。どこで覚えてくるんだよ、その知識。え、肩悪いの？地雷系女子なのに。最近上がらなくて。マジ？悩み老人すぎるだろう。ハンドボール投げの成績が。なるほど。ああ、学生の悩みだった。いや、地雷系女子は体力テストで悩まないだろう。あと2メートルあれば総合評価 A 行くんだ。そうですか。もっと学業の成績で悩んで頭に煙当てたりしろよ。さっちゃん、最近視力落ちたって。あ、はい、ちょっとですけど。これで治るといいね。優しいな。ありがとうございます。楽しい？え、楽しいですよ。それ聞くのは地雷系女子っぽいな。次の行くとこは若い人も楽しめるとこだと思うから。あ、はい。若い子の発言ではないよ、それ。はあ、地雷系女子がサウナ着てる。汗かくの一番嫌がりそうなのに。まあ若い人にもサウナ流行ってるって聞くけど、隣の子に連れてこられた感じかな。さっちゃん、無理しないでいいからね。す、明らかに連れてきた側だわ。あれかしら、美容目的的な。ああ、いや違う気がするわ。言わないもん普通。あーって。来た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 。何が？すみません、私出ます。うん、水風呂入る前に駆け湯してね。アドバイスも地雷系っぽくないな。いきなり心臓のとこまで水に浸かると危ないからね。はい。外気浴する前は体ちゃんと拭くといいよ。はい。いや、早く出してあげなさいよ、めちゃくちゃ辛そう。あとね、整うときは。はい。相手のためを思っての行動が逆に相手を傷つけちゃうのは年相ね。サウナなのが意味わかんないけど。あ、待って、さちゃん。何ですか？楽しい。楽しす。そこは地雷系っぽいのね。地雷系女子もこういう定食屋来るんだ。近くにカフェとかあるのに。大丈夫、さっちゃん。ちょっとサウナでバテちゃって。サウナ帰りなんだ。より地雷系女子っぽくないな。お待たせしました、ジョッキーオロポです。このサイズは飲まないだろう。あ、ストローは刺すんだ。なんつー声出してんだよ。さっちゃん飲む？大丈夫です。楽しい？はい、楽しいです。そこは地雷系っぽいな。お待たせしました、焼き魚定食です。一番頼まなそうだな。あ、料理の写真撮ってる。そこは今時の女子っぽいな。566キロカロリー。アスケン？え、写真撮ってカロリー分かるやつ？めちゃくちゃ食生活に気使ってるじゃん。まあ今時の女子っぽくはあるか。いただきます。ちゃんと言ってる。食事中に喋ったりしないんだな。隣の子完全にダウンしてるからしょうがないか。打った、強烈な当たり、レフト線を抜けた。いや、野球真剣に見るなよ、おっさんかよ。もっとレフト東山の高送球。おし、広島ファンなんですか？いや、負けてるから応援してただけ。いや、動機が野球よく知らないお母さんのそれ。ごちそうさま。魚めっちゃ綺麗に食うな、地雷系女子なのに。定食屋に置いてあるボロボロの漫画読むなよ。しかも島工作？え、しかも常務？
これそこにあったから読んでるだけだよな。それ好きなんですか？社長編の次に好き。全シリーズちゃんと読んでそうだな。闇川先輩、どうしたの？楽しくなかった？いや楽しいんですけど、でも私闇川先輩ともっと行きたい場所があって。え、さっちゃん、どこ？ここピューロです。ピューロ、なんで知らないんですか、地雷系なのに。あ、スペイン語で純粋って意味のピューロ。なんでそっちは知ってるんですか。日本人で先に原因のピューロを覚えた人いませんよ。みんなピューロランドから調べて覚えてますよ。怒ってる？怒ってません。え、待って、なんかハンギョ人みたいなのいる。ハンギョドンですよ。なんで知らないんですか。有名なの？地雷系界隈では派遣ですよ。多分知らんけど。へえ、かわいいね。その感性はあるんですね。怒ってる？怒ってない。あ、じゃあせっかくだし写真撮る？ああ、いいですね、そういうのいい感じですよ。はい、チーズ。保護者、なんでデジカメ持ち歩いてるんですか。スマホで自撮り一緒に撮ってくださいよ。今のさっちゃん、ちょっと粗品さんっぽかった。なんでその感じで粗品好きなんですか。ごめんね、さっちゃん。え、こんな先輩と一緒にいさせちゃってごめんね。楽しくないと思うし、趣味も多分合わないし、嫌なら私いつでもいなくなるから。そんなことない。え、私初めてなんです、こんなに知りたいなって人と会えたの。だから毎日とっても楽しいんですよ。さっちゃんって。え、あ、すみません、恥ずかしい。いや、そうじゃなくて話しちゃ。あ、見て、光る花火。本当だ、てけー。今日祭りとかあったっけ。あれ、あれ花火じゃなくてリコッテアじゃね。は？あ、いや、爆発の色似てたから。なわけないだろ。だとしたら規模でかすぎるし。だよな。ねえねえ未来。どうしたん？なんかグラフアートショップ池袋本店でパラコーのポップアップやるって。へえ。は？いつ？11月25日から12月16日。え、すご。今日からイーオストアで先行通販もしてるって。あね。え、テンション低。めっちゃすごいことなのに。グッズの一覧はこちら。うちのおすすめはこれ。もっと気張れよギャル。めちゃかわグッズだからゲットしろし。詳しくは概要欄を要チェ。みんな来てね。